6月27日は、グレゴリオ歴で年始から178日目にあたり、年末まで、あと187日ある。デッティンゲンの戦い。イギリス国王が自ら戦闘に参加した、史上最後の霊進化条例制定。画像は一円金貨フランス王ルイ十二世、誕生フランス王シャルル九世誕生数学者、オーガスタスド・モルガン誕生。 ドーモルガンの法則の発案者作家、日本研究家、小泉役も誕生。三重区の社会福祉事業家、ヘレン・ケラー誕生。アナキスト・フェミニスト、エマ・ゴールドマン。SF 作家、ジェームズ・ P ・ホーガン・アイルランド第8代大統領、メアリー・マッカリンス・マニエリスムの芸術家、ジョルジョ・バザーリーボツ。画像は、ウラヌスの巨星武将、伊達・マサムネボツ。 末日聖徒、イエス・キリスト教会創始者のジョセフ・スミス・ジュニア、ボートに襲撃され、死亡末日聖徒、イエス・キリスト教会創始者、ジョセフ・スミス・ジュニア、ボートに襲撃され、死亡、赤い鳥主催、児童文学者、鈴木美恵吉没外交官、松岡洋介作家東米アンソン。代表作、ムーミンシリーズベーシストジョン演ンイッする演説の日。画像は、チェザーレ・マッカーリが。 カテリナを求断するキケロ、ありがとうございます。